皆様、こんばんは。今日は2021年3月22日月曜日です。昨日の続きにしたいと思います。恩衆の発展、成長、繁栄から衰退になってきました。昨日の動画では恩衆の不動産の市場は繁栄するようになってきました。背金主義になってきました。みんな狂ってしまいました。恩衆は田舎で 相続部落の文化とお互いが緊張ということで同じ村ですからみんなの信用関係が硬いです。お互いの信用性が高いですのでみんなお金を出し合って資金を集めることによって大金になります。誰でも参加できるようになりました。恩州にはおばあちゃん、銀行があります。おばあちゃんたちは 学歴はないんです。でも、村での地位が高いです。口が上手です。お金を集めて不動産の仲介会社、仲介企業に業者に貸しました。あるいは不動産の転売屋です。 利息というのは高い時に20%になります。でも、不動産の値段というのは高騰していきますので、リスクがないとみんなが思っていました。また、一部の運衆の市民は家族同士、親族同士、お金を集めて、不動産の売買を転売するようになりました。不動産を買って値段が上がるのを待ちます。値段が上がると売ります。差額が利益となりました。 儲けたお金をみんなで分けます。出資の割合で分けます。喧嘩にはなりません。もちろんですが、リーダーがいます。 通常はマネージャーと呼びますが、このマネージャーは視野が広くて、運州以下の都市の不動産市場を研究、見ていました。不動産の立地、地方政府の政策を研究していました。また、その地域の中古不動産の値段も参考にしていました。できるだけリスクを減らすという意味です。この不動産に対して、 これから値段が上がるでしょうと思って大体ですが地下鉄の駅の近くにある不動産が人気です。資金が手元にありますのですぐに買ってしまいます。買う前に1棟ごとで買うということで値段の交渉もできます。買ってから高く売ります。これで不動産に対して知識がなくても 物件を見なくても買えます。しかしリスクは確かにないです。なぜなら中国の不動産はずっと上がるからです。 みんな参加してみんな豊かになりました。資本金が少ない人にもチャンスがあります。不動産を買う権利です。ここでは説明しますが、中央政府は警戒していました。不動産を買うには抽選をするようになりました。抽選に当ててから、当たってから不動産を買う権利が出てきます。抽選に当たらないと不動産を買おうとしても買えませんでした。上海には 噂が、まあ噂というか言葉ざがありますが、不動産を買うより不動産を持ち続ける。不動産を持ち続けるより頻繁に売買する。不動産を頻繁に売買するより不動産を買う権利、抽選権を売買した方が良いですと。不動産の抽選には ウラルートがあります。自分が抽選で当たるようにお金を支払うことです。まだ1日100元、約1400円ですが、の日当ですが、農民庫を雇って夜中から順番待ちにしてもらいます。抽選に当たってから数万元ですぐに売買できます。2003年から2005年の初めまで上海の不動産は高騰しました。でも不動産を買うのは 誰でもできます。どうやって高く乗る,るのが、温州人の知恵です。通常ですが、温州人は一棟の不動産、あるいは団地ごとを買いました。みんなで話し合いをします。値段を高く設定します。みんなでこの地域にある中古不動産の売買の仲介業者に値段を出しますので、これでこの地域の人間っていうのは、この不動産の値段が上がって、 だと思うようになってきます。温州人は団結しているということで、みんなで協定を結びます。同盟条約です。みんなで値段を下げないようにしようという条約です。勝手に値段を下げて販売すると裏切り者です。縁を切られます。これで販売する値段が一致するようになってきました。みんなで儲けるようになりました。このようなやり方でみんなが 慣れるようになりました。もうな、れてきました。不動産の値段をコントロールしようとしました。最後、団地の横で不動産の仲介会社を作って経営するようになりました。自分が持っている不動産を売買するようになりました。しかし、一般的な市民にはみんな知りませんでした。不動産の値段がどんどん高くなってきます。今買わないと買えなくなってしまうと。 不動産の値段が上がります。不動産を買って売ると儲かります。儲かるからさらに参加してくる人が増えてきます。このように値段がどんどん上がります。一般的な市民の心理的な関係でもありますが、不動産の値段を見て上がるっていうことでまた買うようになります。少しでも下がるとすぐに買わなくなってしまいます。中国の不動産は運襲人のおかげで、 上がるだけになってしまいました。絶対に下がらない、下がらないようになってきました。2005年、不動産の値段は高すぎで政府は緊張してきました。いろんな政策を出されていました。 不動産の売買を管理するようになってきました。中央銀行の政策としては、2件目の不動産を購入すると40、40%の頭金が必要です。また、利息が倍になってきました。上海、深センでは1年以内、住宅ローンで購入した不動産は転売禁止となりました。つまり、住宅ローンで購入した不動産は1年以内売ってはいけません。これで、不動産を 住宅ローンで買った人間というのは不動産を売るとき先に住宅ローンの返済をしないといけません。このような政策で上海、深水の不動産の値段が上昇しなくなってきました。なぜなら売買ができなくなったからです。一部の運賃の転売屋さんは 値段を下げて売るようになりました。上海の不動産の値段は2005年の年末になると9800元から6600元になりました。約30%の下落となりました。しかし、これは一時的な光景でした。中国には言葉がありますが、政府には政策がある。国民には対策がある。 住宅ローンで買った不動産は住宅ローンのままで売れませんので、一回返済しないといけません。これで新しい商売が出てきました。個人の金融企業が出てきました。つまりお金を貸しますよと、不動産の転売屋は 個人の金融、企業にお金を借ります。一気に返済をすることです。返済して転売はすぐに売れます。でもこれは売れるようになるだけです。以前のように儲かることはできなくなってしまいました。これで不動産の市場は少しずつ冷めてきました。これで運衆の不動産の転売ですが、2種類になってきました。1つはやはりやめます。これから注目していきます。2は さらに投資をすることですこれで一部の運輸の転売屋は、北京で不動産を買うようになりました。一気にたくさんの不動産を買うので、不動産の建設企業に値段の交渉をしました。大体ですが15%から20%値引きを要求しました。OK だともらうと、手続き金を支払います。でも、契約はしません。これには目的がありますが、 契約してしまうと税金が発生しますから政府と銀行にバレてしまいます。契約をせずに転売するようになりました。転売ができなければ頭金だけを支払います。住宅ローンの申請というのはしません。頭金の値段を上げると値上げすると政府にはバレません。これで住宅ローンで購入した不動産の転売の禁止というのは無効になってしまいます。 でも、一部の不動産は、頭金を支払いました。転売されました。でも大丈夫です。不動産の仲介企業は、は契約というのを博士にできます。理由は正当な理由をつけます。例えば、住宅ローンを組む資格がないと判断したと。これで、住宅の契約というのを博士にすることができます。転売された 人間に売ります。不動産が売れて仲介会社にも手数料が入りますので政府にもバレません。みんなでウィンウィンです。しかし本当に不動産を買って自分で住む人にとってはどうでしょうかでもみんな気にしません。買えるだけで嬉しいです。だ、誰から買ったとしても不動産の値段が上がりますから。 これで、温州の転売屋はまだ儲かるようになりました。でも、大変な時期になりました。2008年、リーマンショックがありました。中国の不動産も大変です。建設企業と温州の転売屋は協定を結びました。絶対に値段を下げないこと。しかし、建設企業は運営資金がなくなりました。大変です。ここで、恩州の社長、 製造業の社長たちは出てきました。製造業ですので輸出もします。お金があります。不動産を建設企業は大変ですから、運輸の製造業の社長たちは救助をしました。しかし、救助、手を出すにはただではしてくれません。運輸の製造業は不動産を建設企業と一緒に銀行を騙すようになりました。例を言いますが、 建設企業はお金がなくなってきました運営資金、潰れていきます。運主の社長はこの企業を、企業が建設している最中の不動産を買い取ります。頭金は不動産の値段の20%から30%です。 これで不動産は表ではありますが売れました。建設企業は銀行から残りの70%から80%のお金を受け取ることができました。これで建設企業は延命できるようになってきます。でも実は内緒な契約がありました。運衆の製造業の社長は不動産建設企業に対して 出したお金というのは頭金ではないです。表の契約というのは頭金です。実はお金を貸しただけなんです。建設企業は毎月5%から9%の利息を支払わないといけません。しかし銀行から貸してくれたお金に対しても建設企業は返さないといけません。つまり、運賃の製造業の社長のリスクというのはないです。 もう土爆でしたが、運氏の社長は勝利しました。2008年には中国には史上最大な金融緩和がありました。38兆円の規模、当時は4兆元でしたが、 莫大な資金が市場に流れました。中央銀行から商業銀行にお金を流しました。商業銀行はお金を持っているだけでは、利益、あの、金利というのは発生しますので、中央銀行に支払わないといけません。2009年になってくると、不動産は回復してきました。歴史上、最も不動産の値段が上昇するようになりました。2009年以前、不動産、 銀行の住宅ローンの審査というのは厳しかったです。不良債権がないように慎重に審査をしました。しかし、2009年になると銀行のマネージャーはお客さんにお願いをするようになりました。不動産を買いませんかとお金を貸しますよと。不動産を住宅ローンで買った人に対してももう一件買いませんかと頭金渡しますよと。住宅ローンの審査も簡単に簡単に。 例えば、日本にいる中国人でも不動産を買うことができます。銀行の口座の、えー、流れというか、えー、見せることによって、えー、中国ではローンの審査はすぐに通ることができます。早くお金を貸さないと、銀行のマネージャーのボーナスは減らされます。金魚に対しても銀行はお願いをしに来ました。お願いだから借りてくださいよと。 企業に対してはもっと大金を貸すようになりました。企業には担保が必要です。不動産の住宅ローンは不動産自身が担保です。企業は他の企業が担保、担保証人としてくれないとダメなんです。これで企業と企業、社長と社長お互いに担保するようになりました。一部の製造業は担保する商売をするようになりました。 自分が担保して銀行から借りたお金、金額に応じて手数料を取りました。これが当時、運衆の社長の副業となっていました。これで資金が氾濫するようになりました。資金が多いですから、流れないと運用しないともったいないです。例を挙げますが、資産が3000万円の円にしますけれども、運衆の靴を製造する企業、 あるいはイヤホンなどを製造する企業ですが5社の担保企業にお願いをします。それで保証人となってくれました。これで5社の銀行にお金を借りに行きました。1社につき2000万円を借ります。5社ということで1億円になります。この1億円を手に入れました。使い用途としては一つ、このお金を他人、 あるいは企業、他の企業に貸します。もっと高い金利を手に入れます。2、不動産の投資。3、株式市場に投資。4、自分の製造業ですから、自分の企業の設備の更新、生産体制の改革、あるいは生産量を増やすなどですが、しかし、製造業の儲けというのは実に少ないんです。社長たちは皆、1、と2、 を選びます安定かつ利益が多いです。早いです。1と2で儲ける。自分の製造業はあくまで銀行からお金を借りる道具にしました。これで中国の不動産の市場はもっと反映するようになりました。代表的なのは当然ですが、運輸です。不動産の値段は半年以内。 倍になりましたちなみに製造業の利回りというのは平均ですが年間10%以下です。大体ですが6%から7%、8%ぐらいです。つまり自分の,このお金を出して工場を作ります。売ります。利回り、儲かるあの利回りというのは投資した金額の6から 8%です。しかし不動産の利回りというのは半年で100%です。恩州の製造業の社長はみんな不動産市場に参加しました。例えばメガネを製造する企業、アパレル、服、靴下、帽子などですが合成比較、腎臓比較などの企業。 しかし、社長だけでは足りませんので、もっとたくさんの資金が欲しいです。従業員は自分の給料を後払いでいいですから、企業あるいは社長を応援しました。社長の実力を信じて、自分の給料を運営してくれるということで、自分もお金持ちになると信じていました。つまり、社長らはみんな中小企業です。 運衆の企業はほぼみんな不動産企業に参入しました。運衆はさらに反映するようになって不動産の値段も上がります。8000元から5万35000元になりました。みんなもういかれたと思います。2016年、運衆のサラ金というのは次6%の利息,利息でした。 次6です。つまり簡単に言えばですが年間72%の利息ですとんでもないですねでも当時はみんなこの次6%の利息であっても問題ないと信じていました例えば1000万円を借りますと次60万円の利息です年間で 720万円の利息です。これでみんなもう贅沢するようになってきました。お金が溢れていました。ロレックスっていうのは運襲時の標準装備なんです。ベンツっていうのは S シリーズ。ABMW は7シリーズは普通なんです。そしてマカオへカジノを楽しむというのはえもうみんな もう流行りなんです。スーパーカーでも珍しくないんです。ベントレは温州の市内の街で10分間で8台見ることができます。不動産がまたどんどん上がりました。温州には世界のライターを製造する産業のサプライチェーンの企業が、えー、ありますけれども、ライターというのは日本,円で日本語で言うと100円ライ,ライターですが、 ライターの産業の会長というのは現在言いましたが、当時朝市、夜市に買い物するおばあちゃんたちでもしていました。投資、それとお金を貸すことで儲けることですと。しかし、あんなに高い利息はどうやって稼いで返済するのか誰も心配もなかったんです。考えてもいなかったんですと。 2011年、政府はまだ調整しましたが、住宅ローンの審査を厳しくしました。また、不動産の売買を制限にしました。これで需要が減りました。これで不動産の転売屋は大変です。莫大な借金を抱えているということで、返済が大変です。不動産を売るようになりました。売れないから値段を下げて売りました。もう契約は、その協定というのはどうでもいいです。 値段が崩壊するのも運州からでしたが、9.5万元から4.5万元になりました。約半額ですが。企業は銀行から借りたお金が多くて、銀行がこの企業の資産を再検討されました。銀行にはたくさんの不良債権が出てきましたが、2011年でしたが、運州の銀行の不良債権率は0.37%でした。とても 全国1位良好でした。2012年の6月、2.69%になりました。全国で最悪です。1位です。2013年3月になってくると4%になりました。不良再建です。銀行は警戒しましたが、まずは金利を高くしました。そして金業に 返済を求めました。銀行も実は困っていました。まだ期限が来ていないということで、返済を求めるのはやはり良くないです。でも、返済を求めないと全額が不良債権になってしまいます。銀行のこのやり方で中小企業は潰れました。恩主の社長というのは海外に逃げたり自殺したりです。 かなりの社長は行方不明となりました。靴の金業、電子工学の金業、デジタル産業、えー、電化製品の金業などですが、えー、半年間、約半年間ですが、二十数名の社長は行方不明になりました。これが2011年のことでしたが、リー総理はすぐに運州に行きました。もう改革しましょうとしましたが、無理でした。お互い担保。 もう保証人ということで、みんなが一気に潰れました。本来なら正常に運営している企業もショックを受けました。保証人となった企業が、えー、相手が潰れて自分が返済し,、ま、しないといけないということで、しかし一社だけではないです。最高の企業ですが、自分が15社の企業の保証人となっていました。恩州には担保の チーンがあったんです。これで、運衆の企業の社長はみんな動きました。早く自分の企業を潰れるようにしました。つまり、資産を海外へ、自分の企業を負債にすることなどもしました。これで、運衆の信用関係が崩壊です。責任を持つイコール自殺。誠実イコールアホ。現実的になってきましたが、 運州の金融のの金借いいうのは、今でも公開されていません。当時、運州の企業は政府を信用しなくなってきました。政策はゴロゴロ変わるだと政府のせいにしています。しかし、運州の製造業は、えー、もう崩壊しました。靴を製造する工場はいっぱいありましたが、当時は世界の靴を作ると。 しかし、今は静かになっています。そして、温州の人口も減りました。2013年7月、この1ヶ月だけで、温州の離婚する夫婦は、1400の夫婦は、グミですが、離婚しました。2000件以上の不動産は銀行に取られて、競売にかかられていました。温州の 信用担保協会の10人の偉いさんのうち6人が逮捕されました。でも、運輸の崩壊というのは不動産というより信用の崩壊だと思いますが、企業は銀行を信用しなくなりました。銀行も企業を信用しなくなりました。企業と企業も信用できなくなりました。昔の信用関係は崩壊しました。2017年から、 毎年3万人が恩州から出ていっています。2019年になると4.8万人が恩州から離れました。人口がずっと減ってきています。温州人の一部は銀行が悪いと指摘しています。銀行がひどいですと。お金を貸しますよと笑顔で言われながら、すぐに顔が変わると。返せと言われました。 また、一部の温州人は政府のせいにしています。政府が悪いからですと、政策をよく変わるからだと言いますが、しかしみんなは反省しないんです。最後になりますが、日本の不動産のバルブを潰したのは、日本の政府だと言われてありますが、まあ、それは国民のため、みんなのためだと言われてありますが、これについてですが、いろんな考え、意見はあると思います。 私は製造業が国の基礎だと信じています。恩州というのは非常に悲しいというか、かわ想そうではないですね。悲しいというのが正直に思います。実際的に私の友達もそうですし、恩州にも何回か行きましたけれども、たくさんの企業は日本に向けて出走されていましたけれども、直近ではありますが、やはりイヤホン。 えヘッドホンえ製造していた企業も潰れましたけれども同じようにやはりこのえ担保とか自分が保証人になったからなんです社長は、えー、もう海外に逃げましたけれども、えー、そういう企業はいっぱい出てきますけれども、えー、最後ですねやはりあの私が求めますけれどもやはり製造業が基本なんですが不動産の転売とかこれを転売することによって儲けるのは もう一時的というふうに思いますが、これでお金持ち、大お金持ちになることはできると思います。でも、長く続くことはできないと思います。最後の最後ですが、やはりあの自分も損になると思います。実際的に、以前の動画でも言えましたけれども、 あの、だいぶ何年前でしょうか、海外のブランド物ですね、例えば、シュプリームとか、ナイキとシュプリームのなんかブランド物あるらしいんですけれども、日本でもニュースとなっていましたが、中国の転売屋さんですね、あの転売屋が日本でそういったブランド物を、珍しいブランド物でしょうか、私はわからないですが、そのものを買って、で、中国に転売されると、あるいは韓国に、あるいはタイとかに転売 されれるととそれで儲かりますと実際的にあの私は聞いた話ではありますがやはり値段というのは倍とかだけではなくて数倍になりますけれどもやはり儲かりますとただしあの今にな,な,なってきますとみんな大赤字です。なぜかというとう もう経済が悪いですからアパレル自体がもう買わないですので粉々の,のものもですねもう買わなくなってしまうとみんな在庫がいっぱい持つようになってしまって以前儲かったお金は一気にもう赤字でもになっても足り,な足りないぐらいなんですなので赤字で売ることによって できるだけ損を少なくすることなんです。それがやっていたというふうに聞いたことがあります。これは去年の話ではありましたが、このような話ですけれども、この動画ですね、あの私が今考えているんですが、毎週の日曜日ですが、中国の都市で この都市の、えー、発展、繁栄、最後は衰退になってくる原因を、えー、まとめて皆様に報告したいというふうに思います。あるいは紹介したいというふうに思います。 中国では政府、地方政府によって政策が違いますので、中央政府はこれです。でも地方政府は地方政府なりにの政策は持っていますので、なので、この都市の運営、政府の動きを見て、中国全体的なことは分かってくるというふうに思います。そして、この中国全体的に繁栄から衰退になっていくというふうに思います。 温州というのは代表的な都市ではありますが、これから、えー、また他の都市は出てくるというふうに思います。この動画はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。